計画的陳腐化とは、製品の寿命を人為的に短縮する仕組みを製造段階で組み込んだり、短期間に新製品を市場に投入することで、旧製品が陳腐化するように計画し、新製品の購買意欲を上げる、マーケティング手法のこと。1920年代に GM の礎を築いたアルフレッドスローンが始めたビジネスモデル。しかし2000年代に入り、 高性能で長く使えるものが結果的には得だとする考えが消費者間に広まり、計画的陳腐化の手法を最初に導入した GM の破綻や iPhone や Mac の新製品などに代表されるように、メーカーの間にも短期間で大きなモデルチェンジをしない方が得策との認識が広がるとともに、地球温暖化問題を背景とした。 環境重視という流れも加わり、計画的陳腐化の手法はもはや時代遅れとなっている。1920年代に生まれたビジネスモデルで、フォードが単一モデルを大量生産するビジネスモデルだったのに対し、GM の石を築いたアルフレッド・スローンは、部品メーカーなど、その産業を巻き込んで、年一回モデルチェンジを行う形態を示したが、これが、 当時のアメリカ国民の生活の多様化とがち、モデルチェンジにカップ販売、中古車の下取りなどを組み合わせたビジネスモデルを構築し、現在まで続いた。この手法は多くの業種に採用され、短期間のモデルチェンジには技術革新を速やかに製品に反映させるメリットもあった。商品が物理的には壊れていなくても一定期間が経過することで、 使用不能になるような仕組みをあらかじめ製造段階で組み込んでおくこと、または商品そのものはまだ十分に使用可能であるにもかかわらず気とした時間の経過に従い、時代遅れ、または非互換などと陳腐化した印象を消費者に与えるマーケティング手法である前者の例としては電池部分を密閉した設計の電動歯ブラシや 部品交換を阻止する特殊なネジ穴を導入した電子機器、カウンターを設けてインク残量に関係なく動作を停止する仕組みを持ったプリンターのインクカートリッジなどが知られている。後者の手法には新製品に対し新しいデザインや新しい機能を持たせることで相対的に旧製品を陳腐化させる手法をはじめ上位互換性のある規格を導入したり逆に 互換性のない企画を導入したりすることで、以前の企画による旧製品の製品寿命を短縮、または実質的な余命を絶ったりする手法がある。具体例を挙げると自動車のモデルチェンジやソフトウェアのアップグレード、新機軸の規格導入などが挙げられる。過去には世界中の白熱電球メーカーが電球の寿命を1000時間に制限するよう性能を、恣意的に低品質で固定する。 ポイボスカルテルを密かに結んだ。これによりどの企業の電球であっても寿命の差がなく企業は定期的にかつ確実に電球の交換需要を得ることができた。これは計画的陳腐化の極端な例である。ポイボスカルテルも参照製品の本来の寿命より短い寿命になるように設計する。寿命の短い製品を製造すること自体は違法ではないため。 会社が自由に短い寿命に設計できる。しかしながら単純に部品の質を下げるのは、ただの粗悪品製造であるため、製品の一番短命な部品に合わせ、他の部品の設計寿命を揃えて製造するのが、ほとんどである。高額な修理費用で利益が出るように設計する。iPhone や iPad や MacBook などの Apple のデバイスはユーザーにとって修理が難しい。新しい機種を、 従来の機種で使われていたパーツやツールでは直せないようにする。Apple の新型 MacBook では従来の MacBook のパーツやツールで修理できないように修理が以前より難しくなるよう改変されている。マイナーアップグレードの新しいモデルを次々と発表して新しい機種に乗り換えさせる手法、決められた回数や期間使用後やバージョンアップデート後使えなくする、もしくは質を下げる。 ヒューレットパッカードやサムズンのプリンターではユーザーがインクカートリッジを決められた回数だけ使用後エラーを表示させ使えなくしていた2017年12月ベイアップルのバッテリー関連の問題が報じられたことをきっかけに同社が iPhone の速度を意図的に下げることによって新機種への買い替えを不正に促しているのではないかとの疑惑が浮上 同社に対してはユーザーからの怒りの声が相次ぎ複数の訴訟にも発展した。2017年12月28日、同社のスマートフォン iPhone9 機種の稼働速度を意図的に下げていたことについて謝罪し、一部端末を対象に割引価格でのバッテリー交換を提供すると発表した。2018年1月、バッテリーが劣化した iPhone の CPU 性能を アップルが意図的に制限していたことを受け、フランス当局による捜査が開始されたと、ブルームバーグなど複数の海外メディアが報じた。2017年12月27日、フランスの消費者団体ホップが訴訟を起こしており、それを受けて、フランスのパリ検察も1月5日より捜査を開始した。フランスでは、製品の計画的沈伏化は違法とされており、最大で2年の懲役、 30万ユーロや1年間の売上げの5%が罰金として課せられる。ホップはエプソンなどのプリンターメーカーも計画的陳腐化で訴えた。シュリンクフレーション、または実質値上げ、隠れ値上げ、ステルス値上げとは政府の増税や製造コスト等の要因によりパッケージや小売りされる商品の価格は変えないまま内容量、数量をシュリンク、少なくする手法。 有料会員を増やすために意図的に無料会員のサービスのクオリティを下げる手法。動画配信サービスでは有料会員を増やすために無料会員の画質を下げ、ストリーム速度を下げる手法がよく取られる。ありがとうございます。